家歩くの大変だね。実物目にすると違うなって思うと、私今は小栗光月の助にすごい今関心があって、もともと好きになったきっかけは、まあ、歴史の教科書で見た土方歳三の有名な写真だったんですけど、調べていくうちにすごいやっぱその国のためにいろんなことをやった人がいっぱいいるんで、思いのほか細かいことが書いてあって知らなかったことも多かったと思うんですね。そういうのが参考になりましたね。天狗党とかね、そういうところの細かいところまで掘り下げて展示されてあるので、割と大雑把なものではなくて、もっと細かい土浦とか茨城県に付随した内容が広く展示されていると思いますね。関東地方の幕末がどんな様子だったか注目してご紹介しております。関東地方は特に江戸幕府に近い関係の藩が多い場所でした。今回の展覧会の中では、天狗党、新選組、それから安政の大獄や桜田門外の変、そうしたキーワードに基づいて様々な資料をご紹介しています。幕末動乱期の人々の息遣いをぜひ感じていただければと思っております。